やっぱりコストパフォーマンスじゃないよねみたいな話で言うと、旅をするってなんかこうどっちかっていうと恋をするとか愛するみたいなのと俺は似てると思ってて、それって別に1000円だからとか1万円だからじゃなくて、それがある人生とない人生って全く別物で、恋をするとか愛をするって対人に対してですけど、旅ってそれが対世界になるし、対地球になるし、対国になるじゃないですか。世界に対して好きになったらコスパじゃないですよね。この世界が好きなのか興味がないのかってもう人生が全く違うから、だから好きになろうぜって思うし、で好きになるためにはやっぱり見に行かないと好きになれない。そうですよね。2010年とかですよね、バックパッカーズジャパン。そうです。僕らも一応2010年なんですよ、できたのは。はい、学生団体みたいなひよこだったんですけど、もう全然ペーペーでやりだしたのがちょうど同じタイミングで、でも年代的には僕今33なんで、はい、もう少し上の先輩として、まあ、しかもすごい勢いでこう業界で有名になっていってみたいなところをまあずっと見てて、で最初は僕らも旅で世界をもっと素敵にっていうのが、まあ、会社になった時の理念でずっと掲げて、まあ、それ今でもぶれてないんですけど、なんか解像度はどんどんすごく上がっていっていて、もともとはシンプル、まあ、旅する人が増えたら世の中良くなるよなって知って、なんかこう原体験があるんでそれに腹落ちしてやってたんですけど、なんか今はそれがなんかすごい言葉にできるようになって、でそれが今の話とすごい通じるなと思うんですけど、なんか僕らはその旅を広めると、旅は人を幸せにさせる、旅は人を成長させる、旅は人をリターンにさせるっていう、なんかこの3つがなんかすごいしっくりきてて今のところ現状では。でそうするとどうなるかっていうのをすごい議論したんですよ。あ、2つだなっていうふうに思ったんですけど、何かというとこう地球にこう、まあたくさんの人がいるじゃないですか、まあ、その人たちが一人一人が幸せだったりとか自分らしく、まあ、自分の人生はいいものだっていうふうに思えることが一つですね。これすごい大事だと思う、はい、もう一つがすごいやっぱりさっきの話で、なんかやっぱ人と世界とか社会とか地球との関係性が良くならないと、まあ、世界って良くなっていかないっていうふうに思ったんで、でも旅ってこれできるよなっていう、はい、その自然と自分とか社会と自分とか、はい、なんか世界にいる人と自分とかっていうこの関係性が良くなれば良くなる、この相和で僕らは旅で世界をもっと素敵にしたいみたいなことっていうのをすごい思っていて、だからそのサムとかもやっぱりその人と自然とのこの向き合い方というか関係性をこう良くするみたいなことだなっていうふうに思ってるので、そうですね、それはやっぱりすごく大事ですよね。なんか当事者意識だと思うんですけど、はい、まさにそうですよね。はい、松本さんがさっきおっしゃってたその自然と人で、人が自然を好きになるっていう一方的な思いでは多分ないなって、はい、好き同士になるっていうのが、はい、そのステージを提供してるのがサヌなんだなってすごい感じるというか、まあ、ミツバチだなって僕ら思ってて、ミツバチになりたいなって思ってて、はいはい、そのやっぱりミツバチって蜜を花から取りますけど、はい、受粉もするじゃないですか、はい、だから蜜を取ることが悪いことじゃなくて、蜜を取る代わりに受粉して自然も広がっていくし、はいはい、蜂もそうやって生きていくし、はい、普通その動物ってで、まあ、虫もそうですし植物もそうですし、その輪の中でお互い助け合って生きてるの で人間ももともとはそうだったんですよ、はい、里山っていうものがあって、里山に入ってちゃんとこれそれをメンテナンスしながら行くことで、その人間が入らないと維持できない山もあるので、はい、それは別に山を壊してるんじゃなくて、人がメンテナンスすることでお互いに良くなっていく、だから本来そのポジションに人は入れるんですよね、だけど資本主義がでかくなりすぎてサプライチェーンがどでかくなっちゃって、はい、見えなくなったんで、どこからご飯食べてるか、どこから何をもらってるかは分かんない、結果メンテナンスしないっていう、はい、これは結構距離感の話じゃないかなと思っていて、そうだからそういう意味でその身近な山とか身近な海で何か取って食べるだけで全然いいと思うんですけど、それがインタラクションにつながるって、自然を守るとかっていう、なんかいやこうじゃないですよねみたいな話、はい、こういう関係性のこの距離感の話だっていうのは、はい、そうだよな、その通りだよなみたいなことはすごい思いますし、はい、この手段としてやっぱ生活するみたいなスタンスはすごいいいですよね。はい、リブ・ウィズ・ネイチャーって僕ら言ってますけど、本当はリブ・アズ・ネイチャーですね。分かりづらいんで、自然と人っていうのを対象でこうバラして考えてるんですけど、本来はその中の一部であるっていうのが一番いいかなと思うんですけど、もう少し時間がかかりますよね、そっちにシフトしていく。でもその文化の一番最初に提供して文化のきっかけを挙げてるっていう意味合いでは、そうですね、その僕らはその船の突端に立ちたいって思ってて、やっぱりその時代がこう動いていくのであれば、はいはい、そこを見渡していきたいし、自分たちの声でほんの少しでも船の角度がいい方向に変わるのであれば、はい、声を上げていきたい。なん
かその今まで話した中で言うと、うんうん、僕はすごいやっぱ観光、まあ、ちょっと分かりやすく観光って言ってるんですけど、はい、観光ってなんだみたいな議論もちょっと一旦あるんですけど、一旦観光とか旅行とかっていう国でと思っていて、うん、でまあ、だから今変わるチャンスだと思ってるんですよね、はい、あとすごくやっぱ産業的にも関わる人大きいんで、うん、まあ、そこが良くなっていかないと、うん、結構やっぱ世界的に問題ってどん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 出てきてしまいますみたいなことがあるかなというふうに思ってるんで、そこはやっぱポジティブにしていかなければいけないなと思ってます。でそれはなんかまあ、SDGs の話とかもそうなんですけど、うん、まあ、ツーリズム 4SDGs って言い方を国連とかがしていて、うん、まあ、やっぱ観光っていうのはもうすごく間接的に幅広く社会を持続可能な方向性に持っていくはずだっていうのは、うん、まあ、もう分かっていて、はい、ただなんかそれがちょっとギクシャクしてるというか、うん、うまく歯車回ってないと思ってるんですよ。だからすごい大事なんですけど、なんかそのポールを今回公約させてもらった経緯も、まあ、それをやらなきゃいけないと、要は変わらなきゃいけないんだけれども、やっぱり観光は業界がどうしてもレガシーなので、すごくそれって誰がやるんだっけってなったら、やっぱりこうそういう次世代を担うようなリーダーの人たちが増えないとシンプルにダメだなと、うん、なんか本間さんみたいな人がこう日本に一人いるだけじゃなくて、やっぱ100人とか1000人とかいたら、あ、社会はもっといい方向に変わるなと思ってて、でそういう人たちが例えば IT とかそういう業界ではすごいたくさん出てきてる、この10年とか20年だったのに、はい、観光業界ってなんでこんなに出てこないんだろうみたいなことっていうのをすごいなんか、なるほど、面白い、そう思っていて、で僕らもなんか本間さんみたいになりたいなとか、うん、そのバックパックジャパンがやられてることとか、サナがやられてことようになりたい、もっともっとなりたいっていうふうに思って旅っぽやってますし、うん、なんかもっともっと若い世代、うん、言うてね24からやられて、で僕22とか1とか、はい、そんぐらい、はい、そんぐらい、はい、まあ、そこからやってもう、ね、10年ぐらいの区切りがついたわけじゃないですか、はいはい、だからもうちょっとそのぐらいの世代からチャレンジするような人が、うん、結果10年後、うん、本間さんみたいになれるわけなんで、うん、はい、慣れてるといいなと思ってるんですけど、結構なんかやっぱ出てこないんですよ、はい、なんか、はい、あんまり周りで観光業界で頑張ってる20代同世代とかって、うん、なんか逆にどんどん減ってきたなぐらいの印象が、うん、いやそうですね、あって、ちょっと前も、はい、そのある大学の観光学部に呼ばれて話してくれって言われて、はいはい、その時の依頼が、うん、観光終わってるって学生がもう思い始めてるから、そうなんです、この特にコロナで、うん、そんなことないんだよって言ってほしいって言われて、そうですね、うわマジかいやそうなんですよ、それやばいなと思ってこんな楽しい仕事だしこんなに世界を、ね、案内する仕事なのに、うん、それ終わってるって思われちゃうとかも半端ねえなと思って、そうなんですよね、そういうかっこいい大人がいるんだぞっていうのもまだまだ知られてないなと僕は思いますし、うん、はい、なんかコロナで終わったもあるんですけど、うん、僕らから見ると、うん、まあ、そもそもこの10年ぐらいですね、僕が見てたのはこの10年ぐらいですけど、うん、観光ってやっぱすごいかっこ悪いものとして使われてるなっていう、観光っていう単語自体がもうブランディングミスってますよね、はい、もう全然、うん、若い人たちが憧れる業界じゃなくなって、はい、ないです、どうせなんかあいつら金欲しさでなんかインバウンド言って、はい、なんか適当なものを作ってなんか提灯ぶら下げてんだろうみたいな感じになっちゃって、いや意外と歴史って長いよね、短いんですね、なんか日本の、うん、例えば海外旅行自由化ってたった60年前とか50年前とか、うん、そのぐらいの歴史と話したらそんなに長い話ではない中で、うん、そういうレガシーな感じになっちゃってるっていう、うんうん、のはありますし、まあ、あとはなんか例えば就活生とかでも、うん、なんかやっぱりこう年収めちゃくちゃ低いですし、はいはいはい、旅行業界ってなんかサービス業みたいな感じになりますからね、はい、そうですそうです、低いですし儲かんなそうとか、はいはいはい、なんかそういうイメージが多分この10年20年とか積み重なって多分若い人にとってはダサいもの、うんうん、だからじゃあ観光か IT かって言ったらそれは IT でチャレンジするよねみたいな、はいはいはい、でもそれって別になんかね、観光もサルもそうですけど、うん、IT でやれるしとか、そうですね、僕らみたいなね、新しい会社もあるしとかっていうのは伝わんないなみたいなことをずっと思いながらやってきたのがコロナで結構加速したというか、はい、あ、今やんないと多分10年後やばいなっていう、はい、なんか僕らはその2030年の観光を担う、の未来を担うようなリーダーをっていうので、そうなん、今やったら10年後間に合うかもしれないで、まあ、2030年はまあ一つのこう遠くないけど近い未来として一応設定したっていうのと、うん、あと一つはやっぱり SDGs のどっちに向かっていこうっていう、うん、なんか世界的なアクションの話があるんで、
なんかそれに向けてって考えた時にやっぱ本間さんみたいな人に来てもらわないと、こういう大人がいてこの年でこういうチャレンジするんだぞっていう、それで言うとその本間さんがさっきおっしゃったその船の先端にいる人を増やしたいっていう、本当に本当にそういうとこじゃないですか、はい、でその辛さだったりとかも船の先って一番最初に雨が当たるところだし、風が一番強いところだし、その当事者意識を持った人を増やしたいっていうポーロのあり方と、そのサヌが考えてるとか本間さんが考えてらっしゃることで一緒に働いてるいらっしゃる方メンバー皆さんが考えてるところの一致点というか同じ思いなんだなって、ポーロの始まりとそこに絶対かけがえない方としてお声掛けしたんだろうなって、すごく嬉しいです、はい、いやそう楽しいですよね観光の仕事って、なんか声を大にしていたい、これ以外やるつもりないですもんね、今回の人生でこれ以外やるつもりないくらい、ね、ただ聞いてて思ったのは自分が観光やってるって思ったこと一回もないなって、そうですよ、ね、今まで思いましたね、うん、だからそのぐらいやっぱり離れたものになっちゃってる、うん、そうですね、気がしますね、いわゆる観光っていうものは、ね、本質的な観光はもちろんその光を見ると書いて観光みたいなのはすごい大事だし自分たちがやってることだと思う、そうです、ね、業界が言う観光はそうですよね、うん、僕らも実は会社作ってからとか活動してから観光っていう言葉をずっと使ってなくて、うんうんうん、なんか僕ら目線で言うとやっぱあんまり観光ってなんだろうみたいな、うん、でもそのいわゆる観光客じゃねえしなとかある、なんかそのバックパッカーあるあるというか、はい、旅人だしみたいな、そうそう、ね、旅行者なんだよみたいな、そう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 とかとはみたいな、そうっていうところから観光じゃねえんだよなとか思ったりして、はいはい、伝えなんかそう言わずになんかぼやっとしながら、うん、で僕らもどっちかというとこう人生に寄り添うとか生活とかライフスタイルだよねみたいなことがずっと発信してたんですけど、うん、まあ、ちょっと今その業界がやばいとか、うん、どこをどうにかしなきゃいけんっていうふうに言うと、やっぱり幅広く世界的に見て言葉と使われるのはやっぱりそのツーリズム、そうです、ね、うん、っていう言葉で、それは観光で、それはいわゆる日本のイメージの観光とか観光客とかそういうのじゃなくて、うん、本質的な元々の光を見るって書いて観光なんで、はいはい、まあ、そういうツーリズムど真ん中で僕らはなんかこう社会を変えていかなきゃいけないなっていうので、この1年ぐらいとかでね、本当にこの1年ぐらいとかでわざと観光ツーリズムだっていう、なるほど、いいですね、うん、いやいい、そこ切り込んでってほしいですね誰かじゃないともう消費されちゃいますよね、観光っていう言葉自体が、そう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 、物として消費されちゃうっていうのは、うん、あります、こう若い人とかにこういうサンヌ今やられてて、もちろんサンヌのコンセプトとかめちゃくちゃ語ってもらいたいんですよ、うん、でいろいろ刺激受けてもらいたくて、うん、お前ら違うぞと、そういうことじゃないんだぞみたいな、うん、多分本間さんと話したらもっと分かることとか感じられることすごいあると思っていて、はい、でイメージとしては、まあ、まず20代で、うん、僕らぐらいとか、まあ、全然30代ぐらいだったら全然、まあ、とにかく世代を担うって気概がある人だったら、うん、いろんな人に来てもらいたいなと思って、なんかそういう人になんかこのポーロネクストとかの場で、まあ、本間さんに喋っていただいて、こういうことを感じてもらいたいとか、うん、なんかこういうことを学んでもらえたらいいなとか、あ、若い人向けだったら1年休めですね、1年めちゃくちゃそそるメッセージ、だって、ね、60、50で死んでた人間が80まで生きるようになったんだから、1、2年休めよって思うんですよね、だからやっぱ絶対ギャップイヤー、うん、その卒業のタイミングで絶対1年休むべきだし、その後の2年3年はいろんな仕事やったらいい、だから4年無駄にするつもりでやったら全然視線変わるのになって、なるほど、だからパスポートなんて全員に無料で配ったらいいし、あんなん別に申請しなくても、でギャップイヤー作ってもう1年就職しない期間をもうオフィシャルなものにすべきだし、日本はそこに向かっていく組織をやっぱ増やすっていうのが僕は急務だと思うんですよ、で世界見ずに起業したって結局日本しかよくできないし、でもこれから課題って世界になるじゃないですか、やっぱ地域の課題じゃなくて世界の課題が地域の課題になってくるので、はい、やっぱ世界見るっていうのはまずは見ろよ、なるほど、あ、まあ、最高ですねもともとそのポーロ自体もあの今回のポーロネクストっていうものと、まあ、ポーロって大元のコンセプトは、うん、その旅の経験を社会に還元するっていうのがミッションなんですよ、はい、要はそのいろいろ見たことっていうのを、はい、なんかこう自分の中で留めておくんじゃなくて、うん、社会に還元できる仕組みっていうのはないなと思っていて、うんうん、はい、今あるのって観光がけぐらいで、うん、でもそれちょっと違うんですよ、学びとして落とすんじゃなくて、それおっしゃる通りだなと思いますし、やっぱ僕らね、はい、こう休んだ組としてはうちの会社なんてね、まあ道もそうだし、ほとんどストレートなんていないぐらい、うん、みんなめっちゃ遠回りした結果今この仕事やってたりとか、うん、
だそれこそ あれですよ、僕すごいよく言うのは、まあ、孫さんもそうですよ。孫さんだってアメリカに、ね、行って、はい、行っていろんなことを見て日本でっていうこと、はいはい、あとメルカリ作った山田さんだって、うん、実は前の会社辞めた後に1年間世界一緒に行って、うん、見た後にメルカリを生み出したりとかしてたりもするんで、はい、なんかそういうのいいですよね。1年休むのいいぞみたいな、経験しろみたいな。休めよ、本当に声を大事って言ってみたいな。あんな休みたがんないから休みたがんない、そうっすよね。ちょっと続きポールのネクストで、ね、あ、いや本当に